近距離突るの難しい。うまい。意外といける。ちょっと、やばい。どうも皆様こんにちは、グリードです。僕はコールオブデューティーを始めたのはコールオブデューティー4、モダンウォーフェアの時です。2007年になります。もうかれこれ16年の時が経ってしまいました。そしてコールオブデューティーは今年で20周年になります。いやもうね、ここまで長い FPS ってのはやっぱなかなかないと思います。 COD はこの20年間ありとあらゆる時代に飛びね、時には近未来に行ったり、時には過去に行ったりで現代戦に行ったり、時代に合わせて作風を変えながらこの20年というね、長い年月サービスを続けることができたと思います。僕にとっての元祖COD はやっぱり COD4 ですが、でもその前の人からしたら COD1、2 だったりしますよね。みんなそれぞれのこれぞ COD っていうのがあると思います。まあ言ってしまえば元祖 COD っていうのはね、第二次世界大戦リアルな戦争を描いた COD1 なんですけどね。 COD の中で僕が最も思い入れがあると言ってもいい、作品がやっぱりモダンオフェア2、初代のモダンオフェア2です。初代モダンオフェア2にあるインターベンションっていうね、あのスナイパーライフルがあるんですけども、それが大好きで大好きで、もうずっとそれしか使ってなかったし、当時見ていた動画配信者もまあスナイパーの人ばかりでしたね。僕のこのグリード ZZ のこの ZZ の部分もスナイパープレイヤーであるアイリープの ZZ からねリスペクトを取って、つけています。この度はこのモダンオフェア2023において、なんとあの初代モダンオフェア2のインターベンションが帰ってきたというわけで、 COD おじさんである僕は触りたいと思います。おーらい、帰ってきたぜ。しかもドームです。あ、モダン3だけどこのマップ、わあ、ここでねマジでずっと 1v1 スナイパーやってたよな、見知らぬ人と。あの人今どうしてんだろう。一度もボイスチャットをつなぐことはなかったが、毎日のようにスナイパーを練習してたね、一緒に。ちょっといきなり上登っちゃおうか。 OK、 いや素晴らしい音です。あの頃のねモダン2初代の銃声ではもちろんないけど、若干近いかな、多分実銃から撮ってると思う。これ初代モダン2のねインターベンの銃声はなんかビームライフルみたいなね音だったんだよね。今考えると全くリアルではないし、おかしいんだけど、明らかにバユンバユンみたいな。だけどそれが良かったんだよな。まあただ今作のこのモダンオフェア2にその銃声が加わったら明らかに違和感が凄まじいから、どうしてもね無理だと思うんだけど。オッケー。うわ激しい。今作はまあスナイパーライフル枠の枠なんだけど、基本的に重めのバトロワでも使えるちゃんとしたこうスナイパーとしての枠組みなんだよね。でめちゃくちゃ突なし、昔みたいに突なしたい人はマークスマンっていう枠組みがあるから基本的にそれ使うんですよね。なので昔みたいなめちゃくちゃ覗き込みが早いねインターベーションではないが、それでも慣れたらいけるか。当時僕ブラウン管で、PS3 Xbox で COD やってたから、あのねすっげえ敵見えなかったのよね。ブラウン管だからオート速度というか遅延はゼロなんで、すごい速いんだけど反応自体は、反応だけは速いんだけど、もうほんと敵見えないから。しかもすごいちっちゃいブラウン管だったからね、草むらとかに隠れられると全く見えんかった。だけどまあ感覚でそこはねもう決め打ちぐらいな感じで、ね、打ちながらずっと遊んでましたね。初代僕が持ってた PS3 は本当にガチなの初期というか初期型の PS3 だったからね、めちゃくちゃ3回ぐらい壊れたかな、3回ぐらいぶっ壊れて修理に出した気がする。しかも全部モダン2やってる時に壊れた、記憶に残ってる。おほー、ワン、うわ外した、あ閉められちゃったちょっとやべい、やばい、それは反射。惜しい、完全にあれハンドルを捉えてはいたが、
これセンター来ますね、絶対。絶対そこ来る。なんだその動きは。おい、もう一丁、もう一丁、カモン。待って、次のエリアはもう、これ僕のゾーンじゃないか、これ。やばい、やべ。センターもいる。煙で見えないな。ナイス。オッケー。うわー、なんかゴールド出た。いいぞいいぞ、ここはもう僕のポジションでしょう。 V トルゲット。耐えるんだ耐えるんだ。敵は確実に僕を殺しに来ている。いいね、ヘイトがすごいよここで。で V トル溜まったからここに出しちゃいましょう。まあ、当時僕、まあ、もちろん、ね、試合よりそんな上手くなかったよ本当に。とにかく上手い人のプレイを見まくって真似してた。まあ、英国サイトは邪道とか言われますが、さすがにちょっとね、このスコープで近距離突入難しい。うまい、意外といける。おっ、うわ、ちょっと、やばいやばい、どうした急に。急にアイリープ来た。急にアイリープ雇ったって、やべ。急にうまい。うおー、うどうしたの。どうしたどうした。あ、このスコープいけるかも。ねえ、英国サイトは邪道とか言いましたが、やっぱ邪道です。ノーマルスコープで活躍してこそでしょ。あれ、さっきのどこ行った、さっきのエイマーどこ行った。後ろも来てる。いやー、これはプレイオブザゲーム欲しいですね。伊達政宗に取られた。まあ、しゃあないな。伊達政宗に取られたらしゃあないな、ちょっと。すごいバンドル来てるな。なんだこれ。マッスル、マッスル、プロテイン、プロテイン、プロテインだ。COD リーグが書かれてるプロテインがあるんだけど、チャームに。ゴールド迷彩解除したけど、モダンオフやつでゴールド迷彩なかったんよね。ここのクラシックにあるこの落ち葉ね。落ち葉迷彩なんよね。ちょっとこれも解除してないけど。COD4 の時に、英国サイトをスナイパーにつけると、なぜか体のどこに当たっても一発で死ぬっていうバグがあったんですよ。今考えたらとんでもないバグだけどね。しかもそれが基本的に修正されなかったからね。うん。昔のゲームって、修正されないからね、バグ。今のゲームはバグが多いっていう人もいるけどね、正直昔もバグ多かったからね。OK。ちょっと広めのマップ。いやー、これはさ、もう、あれよね、モダン2のマップ、どんどん、復活させてほしい。待って。クレイもあるね。いや、2023年にもまだいるんやな、やっぱどの時代にもね、いるんだね、クソ芋っていうもんは。ね、昔はまあいましたよ、ほんと、ああいうのもたくさんいました。ね、クレイモアお芋さんとかね、まだいるんだねほんとね。はい、だから倒させていただきましょう。まだ、もうまだいんのかよ、あんだか、なんだこれ。ちょっとあれは倒さなくてはいけないな、ほんとに。おお、 OK、 倒したけど、ノックだね。やばい、この芋を倒すために4人集まって、あー待って全滅です。じゃあ待って、これ SMG がもう絶対倒すぞ、あそこみんなで。まあチーデスなんで別にこいつほっといてもいいんだけど、芋って基本的にほっとけばいいんだけど。いくぞ、3人揃ったな。あ、そっからいけるのか。よーし、ナイス、潜入成功だ。下じゃないか。オッケー、よし、取ったぞ。まあこっち側だと思うんだけどね、敵。はい、取った。まだいる。オッケー。インターベどっか行っちゃったけど。ちょっとこの新武器使おうか。オッケー、オッケー、オッケー。Vトル出た。お芋さんカットしていくよ。
はい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 、どんどんカットしちゃおう。最後にこれ倒したい。後ろで赤点出てるけど、あ、もうでも味方が全員行ってるな。あー、クレイマーに置いてあんだけど。